ヒバリクラブをご覧の皆様、こんにちは。また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。えっ、ー、とですね、新しい満足な、まあ、人生ですね。えー、それから発展する日本。まあ、やっぱり祖国が発展する中で、毎日の生活が楽しくてしょうがないと。そういう中で人生を送りたいもんですね。えっ、ー、と、まあ、お釈迦様がお悩みになったようにですね。やっぱり人間には、 病気とか、老いとか、老いってのは年取るってことです。それから死とかですね。そういった、まあ、避けられない困難っていうのはあるんですけどね。まあ、しかし、それは、えー、まあ、神様が与えてくれるとかですね、考えてですね、ええー、まあ、受け入れなきゃならないわけですね。しかし、その、病気とか、老いとか、それから死というもの以外はですね、 まあ、幸いなことに、自分の心持ち一つえ、自分の行動一つで、ええー、うまくいくわけですよね。で、それを錯覚しているのが、まあ、アメリカなんですよね。アメリカ人っていうのは本当に厄介なもんでですね。アメリカ人の中にも,もちろんいい人いましてね。よくわかってる人もいるんですけども、大半のアメリカ人はですね、貧乏根性なんですよね。 この貧乏根性っていうのは大体やっぱりヨーロッパ資本主義から出てきてますから、まあそういう意味じゃその中心はイギリスだったとも言えるんで、まあアングロサクソンの病的精神状態っていうとちょっと失礼なんですけど、まあそうなんでしょうね。結局満足できない人生をわざわざ送るということですね。えー、まあそれはアメリカが一番わかりやすいんで、歴史も浅いんでわかりやすいんでね、アメリカ、 このシリーズでアメリカのこと言ってるわけですけども、え、とにかくアメリカのボストンあたりに、え、来たらですね、まあ、自分たちを助けてくれたインディアンを全部殺して、メキシコも嘘ついて、テキサス取って、それでカリフォルニアまで来ると。で、まあアメリカはすごい富が、アメリカ大陸のは非常に鉱石もあるし、資源もあるし、 土地も広いしですね。平らだし。非常にいいんですけど、それを全部取って、それでもまだ貧乏根性ですからね。俺は貧乏だ、俺は貧乏だと思ってるわけですよ。だから明日、金また儲けなきゃ、金また儲けなきゃと思ってるんですね。それで嘘を構えて、カリブ海に出るわ。太平洋は取るわ。フィリピンを取って、日本を取って。 ベトナムに行って、アフガニスタン行って、イラン行って、イラク行って、と <laughs>。それで、まあ、だん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 こじれてくるから、戦争ばっかりやってるってとですね、今度はグローバリゼーションっていうのを思い起こして、国境いらないと。まあ、これは前から、マクドナルドとか、ケンタッキー、フライドチキンとか、まあ、そういった個別のものでもやってるんですけどね。まあ、それを次々と、まあ、最初自動車とか、そういう生産品でやろうと思ったら、まあ、日本とかドイツとか現れてきて、これはお肉らしいと。 もうとにかくドイツと日本は叩きながら行くと。まあ今方針ですね。まあだけど、こう、例えば医療とか、まあそういうふうなことになるとなかなかうまくいくんで、まあ、それを今進めようとしてるわけですね。つまり世界中の富を取るまで、世界取ったらどうするんですかね月でも行くんですかね <laughs> まあ貧乏根性ですからね。どこまでも自分たちは貧乏だと思ってるんですよ。満足する生活ってのがわからないんですよ。 哲学がないとも言えますね。人間はどういう状態で満足するのかということが理解することができないんですね。ですから病気とかあ老人になるとか死ぬとかいうことを別にすれば人生は結構楽しく豊かにやっていけるっていうことを知らないんですよ。俺は貧乏だ、俺は貧乏だ、俺はあのこのままでは貧弱な生活をする、すると思ってるわけです。で、それで 自分で働いて、自分で価値を出して、その価値の分だけ豊かになるっていう思想ならいいんですけど、そうじゃないんですね。人のものは自分のものっていう思想なんですよ。まあこれ、このね、シリーズの最初から2番目の時に言ったんですけど、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう考えじゃないと、貧乏根性から抜けられなくなっちゃうんですね。そうすると、うん、人のものは人のものじゃないから、自分が豊かになろうと思って一番手っ取り早いのが、 人のものを自分のものにするっていう。それも嘘をついてするっていうのが一番楽ですね。まあそれをに遭遇しちゃったのが、まあ2年前に僕が賛成党っていうところで活動してみたらですね。全員で参加しましょうつって、運営党員、党員、まあ一人当たり4000円月に取るでしょ年間5万円ぐらい取るわけですよ。それで5万円ぐらい取って、みんなでやりましょうって呼びかけて、 そしてみんなで一生懸命やってたら、政治活動やってたら、その隙に何をやったかって言ったら、規則をこすると変えてたわけですね。3回変えましたか。今、新潟で訴訟になってますから、あれで裁判官が正しくやってくれればいいんですけど、まあ簡単には詐欺みたいなもんですね。それどういうふうに変わったかって言ったら、みんなが気がついてみたらですね、1年半ぐらいになって気がついてみたら、みんなが ものすごく忙しく働かされるもんですから、それはまたそれでいいんですよ。それはもう覚悟の上で、え、賛成党員になったんですから、一生懸命、街頭に出てやビラ配ったり、応援演説の会場を取ったり、一式もしてたんですよ。それで、地方選挙がまあ一年半ぐらいでだいたい終わって、はと気がついたら、あれ規則が変わってんじゃないの <laughs> どういう風うに規則が変わってるかっていうと、え、党首も、 それから、ボードと言われる中央部分で執行部ですね。全部、誰かが勝手に決めると。独裁の方がいいとか言ってですね、事務局長が全部決めちゃうと。それで、当主も選ぶ権利もないと。となんで自分たちは1年に5万円も払ったのって、それ4万8千ですよ、なんて言われたってね。時間は使ったし、交通費は使ったし、通信費は使ってるわけだから。それは5万円じゃとっても叶いません。 これでもうみんなが、それちょっとないんじゃないの最初言ってること違うじゃないのって言ったら、いえ、規則変えたんです。こういうわけですね。それでもう多くの人が出て行ってしまう。もう嘘ですからね。嘘をついた。で、その、おみんなが、運営党員が払ってた5万円は、あインマイポケットしちゃったわけですね。<laughs> それに、えー、選挙やって、 もうその人たちにもうすぐ働いてもらって、地方議員なんか当選したり、えー、票が、あれしたからその政党助成金をもらって、それもインマイポケットしちゃったわけですねで。活動はしないと。政治的活動はできるだけしないと。<laughs> だからできるだけインマイポケットと。あ旅費、遊びに行ったりなんかするっていうことですね。まあこれが一番簡単な例ですね。アメリカ人はまだ努力しました。 えー、そして他の国に嘘をついて戦争を始めて、まあ自分たちの血も流してね。しかしその相手の国の富を取ってしまう。ハワイはハワイで取ってしまう。こういうふうにフィリピンを植民地にする。まあ賛成党の方式はもっと簡単ですよね。まあ口で騙してお金を取って返さないってやつですからね。まあこれは一番簡単な方法ですね。だけども、それに似たことをやってるのが 実は世界の経済界でもあるし、ダボス会議なんかもまさに聞いてるとそうですね。日本の経済界も実はそうなんですよ。先がないんですね。まあ、にあのやっぱり地球には資源も有限だし、環境も一応有限ですよ。だからそういったものを追求すれば貧弱な生活になるっていうのは分かってるわけですね。だけど回答が見つからないんですよ。回答は実は貧乏根性であるっていうことなんです。それで 貧乏根性を解消することはできないんですよ。どうして貧乏根性を解消することはできないかっていうと、自分が今貧乏だと思う、どういう状態でも思っちゃうんですよ、えー。これが面白いんですね。例えばホテルに泊まるとすると、ホテルに泊まってシングルルームに最初泊まると。そ1万円で済むと。ところが、えー、ベッドが2つあった方がゆっくりできると。で、これで2万円で泊まると。そのうち、 スイートがいいと、スイートってのは家みたいになってるやつですね。まあ10万円かかると。いや、ほんがいいじゃないか。どん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 貧乏根性ですからね。あの、シングルルームで満足しないんですよ。俺は貧乏だっていうのを錯覚してますからね。ら金持ちにならなきゃいけないとか思ってるんですね。強く思ってるんですよ。そうするともう再現なくそうなる。そうなると、まあもちろん国民全員がね、スイートに泊まるわけいかないんで、 そうすると、俺だけってことになるんですよ。俺だけってことになると、そこで今度は嘘をつかないといけないですね。